ちゃうようなリスナーさんはね、閲覧20の枠行ってアイテム投げなよ。俺の枠で投げなくていいよ、そういうリスナーは。風船投げたのにいちいち俺言ってなかったみたいなちっちゃいやつは。ほんと頭くるな。そういう恩着せがましいのやめなよ。投げるなよ、だったらうちの枠で。そんなに言ってほしいんだったら、自分に合った枠を見ろよ。ごめんなさいっていいやね。匿名さんは割といつもオラオラ言ってるよ。俺言わないから、風船とかいちいち。風船一個投げてみて。そんなこと俺言ってたら配信がままならないじゃん。あ、風船どこまで飛んだっけ、ぽーい。あ、顔の人も風船どこまで飛んだっけ、ぽーい。ヒロピンも風船どこまで飛んだっけ、ぽーい。忍者も風船どこまで飛んだっけ、ぽーいってなっちゃうでしょ。もうキリがないんだよ。コマありがとうね。50。ありがとうございます。だから言わないんだよ。そういう枠行けよ。押し付けんなよ、自分の価値観を、俺に。まゆもね、キムキムと復縁芸しなくなって、ね、またするんじゃない？カソルから。で、まゆが次に、右乳のツイートしてるんだよ。ギガフェス右乳の褒めてるんだよ。もう次右乳に行こうとしてるよ。一人じゃかそるから。しかもカラオケ配信でダメだからね。リナ猫がバンになったのに他の人ならいいみたいな、カラオケいるのにね、カラオケいることが分かってるのに電目移さなければカラオケ屋って特定されないみたいな、みっともないんだよ。よっぽどカラオケ歌うしか武器がないんだろうな。カラオケなんて捨てろよ。リナ猫バンになってカラオケダメですよって言われてるんだから、ダメだよって言われてることをなんでやるの。信じられないね。イベントのアイテムのためにカラオケはダメなんだよ。フワッチはやったら電目とか画面を見せなきゃいいっていう問題じゃないの。ダメなんだって。ダメだよね、フワッチ、カラオケ。だって電目映したらバンになる、電目映さなかったらバンにならないって意味がわかんないじゃん。ありえねえよ。諦めろよ。ダメなんだよ。黙れよ豚。俺痩せたんだ。もう俺デブキャラ卒業するから。どう？今ご飯食べたからちょっと出てるけど、これデブじゃないよね。デブ？もうデブキャラやめるんで。ぽっちゃりじゃない？痩せてるでしょ。こんだけ食べた後にこれぐらいのお腹の出方ってだいぶ痩せてるよ。うん、コバありがとうね。普通だよね。何キャラ目指してるの？あの、もういい？あの、たぬきさん。あ、10個。なんかすごいアイテムもらった。呪老人？何のアイテムこれ？あの、キャラを作ることが間違ってるって話。だって自分自身がキャラクターなんだから。わかる？俺はちょっとアイドル系で行こうかなとか、ね、ちょっと便乗系のキャラになろうかなとか、それが間違ってるんだよ。どういう配信者になりたいとかね、もうキャラはもう備わってるんだよ、じゃあ俺のキャラは情緒不安定キャラみたいな、情緒不安定だからね。お前自身キャラ作ってるって言ったり、いや発言の中でそれは言ってるだけだよ。キャラっつうかネタだよ、今俺が寂しいっつっても本当は寂しくないの。俺寂しいのかな。いや寂しい、寂しいんだよ。寂しくて仕方ない。誰か一緒に添い寝して頭を撫でてほしい、そう思ってる。でも言わないのがキャラなんで。結局女かって、女は癒しじゃん。本当に癒される。女が大好き。10個あれやんす。
本当に癒される。なんかいい匂いするし、あの人間と男と男の作りも違って、女の子ってやっぱ脂肪が多いから、痩せてても大体脂肪があの 30% ぐらいあるんだよ。男の平均あの死亡率が 30% って結構デブなんだけど、俺で 25% ぐらい体脂肪がね。だからもう体の作りからしてもう気持ちいいんだよ。癒されるでしょ。あ、60個ありがとうね。 あとキムキムさんと和解しました。キムキムさんは昨日の放送でもう自由に行ったから満足したと。はい。で俺ももうこれ以上言うことないしね、キムキムに対してもう何もないわ。でもキムキムはね、あのこの前ツイキャスでやってたんだけど、マルコがちょっと切れたんだよ。そしたらもうなだめるような、だからマルコにビビってるじゃないけど、そういうのやめた方がいいよ本当に。俺はね、別にマルコと仲悪いわけじゃないけど、付き合いたくないと思うね。あの、わかる？あの、仲良くしたいなと思わない。だって、変な方向に行っちゃうもん。マルコって。そう、仲良くして、そんなね、遊びたいなと思わない。タイプの男かな。で、あの、キムキムってマルコが放送とかやってても、あれ俺はなんか理解できないなってこと多々あるらしいんだよ。理解できない人とそんなにね友情関係作る必要あるのかなと思う。でもね、あのレワちゃんの件は俺マルコ派なんだよ。あのレワちゃんの犬じゃん。でマルコが返さないじゃん。でもレワちゃんにとってどっちが幸せかっつったら、マルコの綺麗な家でね毎日散歩してくれてさ、他の犬もいるとこの環境のがレワちゃん幸せだなと思う。だから俺はね返さなくていいと思う。それはあのキムキムはいつまでも返さないのがおかしいっていう考え方なんだけど、俺はね犬のことを思ったらね、マルコがね引き取った方が幸せだなと思うよ。だからそれはね、あの一番切れるんだよマルコは。返せよとか言うと、そう、まだレバちゃんマルコのとこなんだよ。で毎日散歩もしてるしね、うん、だって彼の家いたらタバコも食っちゃうんだぜ。人のことどうでもよくないって、配信者のことどうでもよくないでしょ。自分が配信したら他の配信者の話題にもなるでしょ、うん、人のことどうでもいいって言ってる人はなんでコメントしてるの？どうでもいいじゃん。どうでもいいことになんで時間を使うの？自分自身のためにリアルで時間使っとけよ。どうでもよくないからやってるんだろ、いろんな配信して。矛盾してるんだよ。人のことどうでもいいってやつはいちいちコメントとかしないからね。自分の人生を謳歌しとけよ。わかった？あ、やばい、切れてきた。すごい切れてきた。どうしよう、ブチ切れそう。機嫌悪くなってきた。落ち着け。ちょっとお酒飲んでるからかな。教えてあげたいなと思って。てな感じで終わりますか、今日も。ね、みんな。今日も楽しかったよ。たわいもない会話して。枠をつけたらみんな来てくれるっていうのが、俺は幸せかな。寝れそう？今日の寝落ち通話誰にしよう。宝箱ありがとうね。ありがとうございます。3つもありがとう。匿名さんと電話でもしようかな。タータする？連絡先知らないけど、うん、寝落ち通話ラジオ。だって寝落ち配信できないでしょ。もう終わっちゃうのって、もう1時半だよ。まー、あ、ちゃん通話したいの？通話するか。あ、てんてんさん LINE ブロック解除しといてね。また思うことがあったら連絡くださいよ、ね、みんなもこうしたらっていうのが聞きたいかな。イエスマンが多いんでね。明日は
まあ外でちょっと雑談するか、まあやらないか。だってあの3連休じゃん。でまた平日になったら忙しいんだ。みんなと最近似てるよ。ああ今日土日かとか思う。寝ろよ確定機、寝ろよ腐った卵。ナイス、ありがとう、ありがとうね。眠れてるの？昨日朝の6時まで寝れなかった。祈りが電話出ないからね。母国っつか日本人だよ。おい、マジ。暗くない？そうかも。そう伝わってるんだったら。でも、自分なりに元気にやってるつもり。暗い？元気なさそう？まあ、そう思わしたんだったら、元気にやらないとね。お腹いっぱいだからじゃない？アンチいなくなったなんて、アンチする要素ある？過去以外で。今なんか誰かに迷惑かけてる？なんか辛そう。じゃあもうオフパコ解禁する？もうパコ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 意味談するか。もう元気になる。じゃあ解禁していい？もう明日から。早い？ゼロワンに服着たれ。ありがとう、ありがとうね。見るわけないんだわ。じゃあ俺が